まさかこんな時にあなたたちが来てくれるなんて。確かボース支部に向かう途中だったのよね。ええ、その通りよ。狙ったようなタイミングで足止めを食らっちゃったわ。おかげでうちはとっても助かったけどね。それにしてもエステルと会うのは訓練場に行く時以来かしら。新しい仕事用の服もだいぶ板についたみたいね。そっかな。ジンさん、クローディア殿下、ティータさんとは初めてよね。私、ロレント支部の受付を務めるアイナと言います。よろしくお願いしますね。はい、こちらこそ。あの、よろしくお願いします。お前さんの噂はいろいろと聞かせてもらってるよ。あら、そうなんですか。ところでオリビアさん、そんなところでどうしたのかしら。気にしないでくれたまえ。決してあの夜のことがフラッシュバックするとかそういうわけではないんだからね。お？そっとしておいてあげなさい。そういえばアガットはアイナと面識あるのよね。まあな、ロレントにはあまり寄らねえから何度か会った程度だが。今回はよろしくね。挨拶はこのくらいにして、早速状況を説明させてくれる？ええ、お願いするわ。霧が発生したのは今日の明け方くらいになるわ。最初はうっすらともやがかかった程度だったけど、みるみるうちに濃くなって視界を遮るほどになったの。どういう原因で発生したのか現時点では分かりませんか？ええ、今のところは。ロレント市の全域を覆っているのは確かですが。霧にもいろいろ種類があるからな。沖合で発生して海岸に流れてくるものもあれば、盆地で発生するものもある。うん、王国地図を見るとロレントは盆地にあるようだね。ええ、どちらかというと単なる自然現象である可能性も否定できないわね。どちらにせよ警戒はした方がいいみたいね。防水機は中断して、このままロレント地方で様子を見た方がいいんじゃないかしら。その方が良さそうだな。どの道霧が晴れるまでは定期船も動かねえみてえだし。あ、その、なんだエステル。例の空賊事件はどうするのかなって。そいつはもともと他に手がかりがなさそうだから調べてみようって話だっただろう。調査自体は王国軍がやってるし、俺たちが無理に行く必要はねえだろう。でもなんだ、気になることでもあるのか。うん、そういうわけじゃないんだけど、でも私、エステル、あんたの心当たりが何なのかは知らないけど、少し冷静に考えてみなさい。え？空賊艇の奪還事件はある意味終わった事件よ。人質が取られたのならともかく、ギルドが動く緊急性もない。そもそも空賊がボース周辺に留まっている可能性も低いしね。それは一方、こっちの異常現象は今起こりつつある事件だわ。もしも結社の仕業だったら、さらに何か起きる可能性もある。さあ、どちらを取るのが正しいの？エステルさん。あのシェラさん、多分お姉ちゃんにも事情があると思うんです。だから、その、ううん、ティータ、シェラ姉の言う通りだわ。お姉ちゃん、ごめんね、シェラネ。私、ちょっと周りが見えてなかったみたい。謝ることなんてないわ。周りが見えなくなるのは誰にだってあることだしね。私だってそうだし、そこのアガットなんて特にね。んだと？でも、己を見失わずに常に最善の道を模索するのも遊撃士には必要な心構えよ。
言うはやすし、行うはかたしなんだけどね。そのあたりに関しては俺もまだまだ修行中の身だな。旦那の足元にも及ばんだろう。そうなの？どんな逆境でも己を見失わず、ユーモアすら漂わせる真の強さ。以前旦那がカルバードに来た時、何度も七を助けられたもんだぜ。そうなんだ。まああの親父の息なんざ簡単に届くわけはねえからな。俺たちは俺たちなりに一歩ずつ進むしかねえだろう。うん、そうだね。アイナさん、ごめん、話を脱線させちゃって。いいのよ。それでは話を進めさせてもらうけど、現時点であなたたちに要請したい仕事は特にないの。何か起こった時のために待機してくれるだけでいいわ。家で待っててくれてもいいのよ。あ、うん、家には戻るつもりだけど、それ以外に気をつけておくことってない？そうね、強いて言うなら街道の様子を調べてきてほしいくらいかしら。街道の様子を調べる？さっきも言った通り、霧はロレント市全域を覆っているんだけど、町外れの方にも結構広がっているみたいなの。今後のことを考えると、発生範囲がどのくらいか知っておきたいのよね。このまま定期船が使えない事態が続けば、陸路を確保する必要があるわけか。ええ、そういうこと。南のエリーズ街道、西のミルヒ街道、北のマルガ山道、この3つの道でどこまで霧が続いているか確かめてくれる？了解。そのくらいお安い御用だわ。さて、そうなると今回は私とエステルが案内役になった方がいいみたいね。うん、そうね。ロレント地方なら大体知ってるし。仕方ねえ、とっとと同行者を選びな。応援よろしく。お願いします。はあ、それにしてもすごいわね。知り尽くしている街なのに迷っちゃいそうな気がするわ。そうならないように地図とコンパスがあるのよ。方向を見失ったら参照しながら進みましょう。うん、そうね。とりあえずそれぞれの道で霧の範囲を調べるとして、クローゼ、オリビエ、一度家の様子を確かめに行ってもいいかな？はい、お付き合いしますね。エステル君の家か。これは楽しみだね。さてと、それじゃ出発するわよ。ああ、素晴らしき生誕祭の夜。エアリー、君の顔を見るたび、あの夜の感動が蘇ってくるよ。星々と花火の光が見つめる中、僕が決意を言葉に乗せ、そっと君に伝えたあの夜を。ちょっといい？ん？あら、誰かしら。遊撃士協会の者よ。あなたアルムさんでしょ？掲示板の依頼を見たわよ。わあ、来てくれたのかい？ありがとう。ずっと待ってたんだよ。よかったわね、アルム。私とっても嬉しい。ああ、エアリー。君の心はどうしてそんなにも美しいんだい？今、君を苦しめているのはこの僕だっていうのに。それは言わないで、アルム。あなたが辛いってことは私が一番よくわかってるわ。あの夜約束したでしょ？どんな時も、あなたと私二人で手を携えて
精一杯に生きていこうと。ああ、愛してるよ、エアリー。私もよ、アルム。何か依頼があるんじゃなかったの？あ、そうよ、依頼だわ。実は僕らの将来に関わる大事件が起きてしまってたんだ。すぐ調べてほしいんだけど、引き受けてもらえるかな？あ、うん、問題ないわよ。本当かい？ありがとう、ありがとう、遊撃士さん。よかったわね、アルム。私とっても嬉しい。ああ、エアリー、なんだって君の心はそんなにも美しいんだい？ああ、アルム。で、依頼の話なんですけど。これは失敬。では、その話をさせてもらうよ。ええ、できれば簡潔にね。頼みたいのは他でもない。僕らの婚約指輪の捜索さ。貯金をはたいて上等なリングを用意したのに。あの子憎らしいカラスにかすめ取られてしまったんだ。カラス？カラスというとあの鳥の？あのカーと鳴くやつさ。あいつが僕たちの指輪をくわえて逃げたんだよ。確かにカラスには光るものを集める習性があるわ。指輪ともなればさぞかしお気に召すことでしょうね。ってことは今頃指輪はどっかの巣の中にあるはずよね。その指輪を見つけてこいってこと？うん、それが僕らからの依頼なんだ。大変な頼みだってのはこっちも百も承知さ。それでも何とかして見つけてもらいたいんだ。もちろんそうしてあげたいけど、今分かってる情報だけじゃ見つけ出すのは厳しいわね。もう少し手がかりはない？ああ、巣の場所の見当ならついてるよ。多分ロレントの北にあるはずさ。あいつはマルガ山道の方に逃げていったからね。もっとも霧が出てきちゃって追いかけるどころじゃなかったけど。なるほどね、巣は多分北の方か。参考にさせてもらうわ。ともかく巣のありそうな高い場所を調べるしかないわね。はあ、そうする以外にないね。はあ、なかなかどうして骨の折れる仕事になりそうだ。もうギルドの他に頼るところがないんだ。どうかくれぐれもよろしくお願いするよ。皆さんだけが希望なの。なんとか見つけてちょうだいね。うん、頑張ってみるわ。では何か分かったらまた報告に来るわ。期待して待ってるよ。頑張ってね。あ、ほう、いきなり明るくなったね。霧の発生範囲はここまでのようですね。マルガ山道、ロレント市からおよそ140セルジュの地点と。広範囲に発生している上に魔獣も徘徊しているから危険だわ。うん、そうね。早く他の街道も調べてアイナさんに報告しなくちゃ。指輪？なんでこんなとこにこんなものが。さっきここにいた鳥、カラスだったわね。うん、そうみたいだったけど、それがどうかし。あ、まさかこの指輪アルムさんの？可能性はあるわね。町へ戻ったら本人に確認してみましょう。うん、了解よ。ああ、素晴らしき生誕祭の夜。エアリー、君の顔を見るたび、あの夜の感動が蘇ってくるよ。
星々と花火の光が見つめる中、僕が決意を言葉に乗せ、そっと君に伝えたあの夜を。まだやってたのね。ん？あら、遊撃士さん。ひょっとして指輪が見つかったのかい？ええ、条件に合う指輪をなんとか見つけてきたわ。とは言ってもまだ目的の品とは限らないけど。そんなわけで確認をお願いしたいんだ。アルムさん、ちょっとこの指輪を見てくれない？うん、構わな。その指輪、僕らの婚約指輪だよ。本当に？間違いありませんか？ま、これは僕たちの指輪さ。ああ、女神よ、御心に感謝いたします。よかった、持って帰ってきた甲斐があったわ。よかった、これで事件も解決ですね。まさかあんな場所にあるとは夢にも思いませんでしたけど。まったくよね、町の人が探してる指輪が塔の屋上にあるなんて。まず指輪をお返ししなきゃいけないわね。ありがとう。なんか感無量だよ。遊撃士さんを信じて待っててよかったわ。いえいえ、どういたしまして。もうすぐご結婚の予定なのかしら。どうぞお幸せにね。ありがとう。なんだか照れちゃうわ、誰かに祝福されるなんて。なら早くなれなくちゃね。これからの僕らの人生はきっと祝福に満ちているから。あれね。エアリー、完全に二人の世界ですね。恋は盲目ということさ。お邪魔するのもなんだし、ここはさっさと引き上げましょう。それに限るわね。それじゃあ私たちはこれで。霧が晴れたようだね。ミルヒ街道、ロレント市からおよそ80セルジュの地点と。霧の範囲内に魔獣が徘徊してるから結構危険な状況かもしれないわ。アイナさんに報告しましょう。さてと、これで残るはエリーズ街道方面だけね。ここもかなり霧が出てるわね。ここがエステルさんのお家ですね。趣味人らしいこだわりが感じられる家だね。そういうもんかしら。お茶くらいご馳走するから、よかったら上がっていってよ。お茶の用意は私がするわ。あんたは屋根裏部屋に上がった方がいいみたいね。屋根裏部屋？ほら、あれよ。ああ、そっか。さすがにこの霧じゃ家の中が湿っちゃうわね。やっぱりうちは落ち着くわ。外が霧だらけだから余計にそう思うのかもしれないけど。それはあるかもね。しかしシェラ君、なかなか勝手知ったる手際の良さじゃないか。そりゃまあね、ここの家とは随分長い付き合いだし。私のお母さんが生きていた頃からだから、もう10年以上になるかな。ええ、そうなるわね。
確かシェラザードさんは旅の一座にいらっしゃったとか。どんな風にエステルさんとお知り合いになったんですか？うん、それはね。ちょっと知らねえ。いいじゃないの、昔の話だし。あれは12年前、うちの一座がロレントに興行に来た時だったかしら。その頃のエステルは今以上に好奇心旺盛な怖いもの知らずでね、興行の後一人で私たちの天幕に遊びに来ちゃったのよ。旅芸人の一座なんていわばよそ者じゃない？普通興行以外で地元の人が近寄ることなんてなかったから、最初はみんな戸惑ってたけど、まあとにかく物おじしない子でね、毎日遊びに来るうちにすぐにみんなに気に入られちゃってたわ。もちろん私も含めてね。そんなある日、日が暮れてからエステルが帰ることがあって、仕方なく私が家までエステルを送って行ったのよ。カシウス先生とレナさん、エステルのお母さんと知り合ったのはその時だったわ。そんなことがあったのかい。物おじしない性格は昔からだったんですね。さすがに4歳の時だからあんまり覚えてないんだけど、でもその時から知らねえ、巡業でロレントに来るたびにうちに遊びに来るようになったのよね。そうだったわね。しかしシェラ君、旅の一座にいた君がどうしてリベールで遊撃士に？いろいろと事情があってね。8年前遊撃士になろうと思った時、カシウス先生を頼ることにしたの。それ以来ずっとリベールにいるわね。うん、なるほどね。あ、そういえばその頃にはもうヨシアさんもいたんですか？あ、うん、ヨシュアが引き取られたのはその3年後くらいかな。シェラネーが声優劇師になるために王国中を回ってた頃だったよね。そうだったわね。旅から帰ってきたら見知らぬ男の子を紹介されてね。さすがにちょっとびっくりしたわ。霧が晴れましたね。エリーズ街道、ロレント市からおよそ60セルジュの地点か。霧の範囲内に魔獣はいないし、なんとか安全は確保できそうね。うん、そうね。これで3つの街道で霧の発生範囲を調べたし、そろそろギルドに戻ってアイナさんに報告しよっか。ええ、そうした方が良さそうね。エステルさん、どうしたんですか？あ、うん、なんでもないわ。前に来た時、この辺りに道があった気がするんだけど、ミストバルトも久々だから迷っちゃったのかな。そこにいるのは先輩たちですか？あら、リッチじゃない。リッチさん、お久しぶり。やあ、エステル。訓練場に出発して以来だね。アイナさんから聞いたよ。大変な仕事をしてるんだって？うん、まあね。リッチさんの方は、ひょっとして護衛の仕事？ああ。こちらのお客さんたちが、オートに急用があるらしくてね。このままだと今日は、定期船が運航しそうにないから、僕が送っていくことになったのさ。なるほど、そうなんだ。ご苦労様。先輩たちこそ、霧の調査ご苦労様です。街道の状況はどうですか？エリーズ街道の方はあまり霧は広がっていないわ。少し歩いたらすぐに視界が開けるはずよ。ふう、助かりました。それじゃ僕はこれで失礼します。
それでは皆さん、王都に向けて出発しましょう。僕から離れないでくださいね。おお、よろしく頼むぞ。頼むわよ、遊撃士さん。あれ？今、鈴の音が聞こえなかった？ええ、遠くから聞こえてきましたね。なんともみやびな響きだね。うんうん、うっとりしちゃったわ。あれ、どうしたの？知らねえ。あ、ううん、なんでもないわ。綺麗な音色だったから聞き惚れちゃっただけよ。なんだ、知らねえのか。鈴の音なんて珍しいけど、リノンさんの雑貨屋で新しく仕入れたのかしら。そうかもしれないわね。それはともかく、これで霧が発生した範囲は大体つかめたわ。そろそろギルドに戻りましょう。あ、うん、アイナさんに報告しなくちゃ。みんな、ご苦労様。まずは報酬を支払わせてもらうわね。しかし、もっと漠然とした報告になると思ったんだけど、そんなにはっきりと霧の境界ができていたなんてね。ええ、不自然といえば不自然ね。実際、地図だとどんな風に広がってるの？ちょっと待ってて。エリーズ街道方面に60セルジュ、ミルヒ街道方面に80セルジュ、マルガ山道方面に140セルジュ、こんな感じじゃないかしら。これだけだとさすがに何もわからないか。そうですね、霧の広がり方は発生原因や風の流れで変化するそうですから。しかし、どうにもはっきりしねえ状況だな。結局、ここで待機しつつ、有事に備えるしかねえってことか。そうなるわね。現状では、王国軍も出動を決めかねてるみたいだし。あ、そういえば。ねえ、ティーター。霧除去装置みたいな発明品、博士が作ったりしてないかな。前に除湿機っていうのをおじいちゃんが発明したことがあったけど。除湿機、名前の通り湿気を取り除く装置ってわけね。それって使えそう？多分無理だと思うよ。屋外の大気を処理するには何百台も必要になっちゃうし、それだけ用意できたとしても一時しのぎにしかならないかも。はあ、そう都合よくはいかないか。せめて結社が絡んでいる証拠でもあればいいんだが、連中の仕業にしては中途半端な感じもするしな。中途半端っていうと？これまでの事件だと、ゴスペルが使われた時にはありえない現象が起こっていた。だが今回の霧はそこまで大それたものとは思えなくてな。それは確かに。それともう一つ、彼らは毎回何らかの形でメッセージを発していた。しかし今回はまだそれが見受けられないようだね。メッセージ？亡霊騒ぎ、サングラスの男、そして各方面に送られた脅迫状、こちらに怪しいと思わせる挑発的なサインがあったということさ。なるほど。確かに中途半端な気はするわね。どうしたの、シェラザード？そのメッセージだけど、
もしかしたらすでに受け取っているかもしれないわ。え？どういうこと？大変じゃ！市長さん？おエッセル君、ずいぶん久しぶりじゃの。あ、うん、どうもお久しぶりです。でもどうしたの？そんなに慌てちゃって。って前にも似たようなやりとりがあったような。市長さん、まずは落ち着いてちょうだい。何があったの？あったも何も。君たちの方は大丈夫だったようじゃな。ん？どういうことですか？先ほどうちのリタ君がいきなり倒れてしまったんじゃ。しかも同じようにいきなり倒れた市民が他にもおるらしい。なんですって？一通りの家を回ってみましたが、やはり全員症状は同じですな。呼吸も安定していますし、瞳孔にも異常は見られませんでした。ほとんど睡眠中と同じ状態なので、すぐ容態が悪化することはないでしょう。そうですか。不幸中の幸いというものじゃ。ですが、このまま眠り続けたら体力の低下は避けられません。早急に対策を考えなくてはなりませんね。大丈夫かい？随分と顔色が優れないみたいだが。まさかエリッサのお母さんやルックまでが倒れるなんて。ちょっと驚いちゃって。エステル、気分が悪いんだったらギルドに戻ってもいいのよ。それとも家に戻って休んでる？うん、へこんでいられないもん。それで教区長さん、昏睡の原因は分かりそう？残念ながら今のところは。ただ教会秘伝の着付けが効かなかったことを考えると、毒や病気の類ではなさそうです。あえて言うなら、何かに魂を囚われたような、そんな印象を受けましたね。何かに魂を囚われた。とりあえず昏睡した人の家を一通り訪ねた方が良さそうね。どのような状況で彼らが昏睡状態に陥ったか、家族から聞いてみたら何かつかめるかもしれないわ。エステル君、シェラザード君、今回の件はロレント氏から正式にギルドに調査をお願いする。どうか原因を突き止めて皆の不安を取り除いてほしい。うん、任せて。微力を尽くさせてもらうわ。やっぱり結社の仕業だと思う？その可能性は高くなったね。教会の方にもわからない原因不明の昏睡状態、ありえない現象と言えるかもしれませんね。やっぱりそうだよね。それじゃあひょっとしてメッセージもあるとか？ええ、確かめる必要があるわね。倒れた人たちのリストはちゃんと手帳にメモしてある？あ、ちょっと待って。
その4人の関係者を中心に町で聞き込みをしてみるわよ。一通り回ったらギルドに戻ってアイナに報告すればいいわ。うん。本当にもうどうしましょう。あら、あなたたちは。どうもお久しぶり。掲示板を見てきたんだ。あらあら、こんな夜にわざわざごめんなさいね。早速だけど、アリルちゃんを探してくれる？あ、アリルちゃんって、あの猫、またいなくなったのね。どう？やってもらえるかしら？うん、一応は OK よ。こんな時にいいのかなって疑問も若干あるけど。細かな事件への対応も遊撃士としての重要な任務よ。できる範囲で協力しましょう。ええ、それで構わないわ。では、改めて依頼内容の説明をお願いするわ。何でも猫ちゃんを探しているそうだが、先ほど話に出てきたアリルというのがそれかい？ええ、そうなのよ。そのアリルちゃんを探してるの。ちょっとお昼寝してる間にいなくなっちゃったのよ。前回とまるで同じパターンね。ではもう半日近く戻ってきていないんですか。それは少し心配ですね。どこに行ったか何か心当たりはない？普段よく行く場所とかあったら教えてちょうだい。心当たりというか、おばさんが調べた限りでは発着場が怪しい感じね。発着場？整備員さんに話を聞いたら、猫を見たって人がいたの。小麦色の猫って言ってたし、アリルちゃんに間違いないわ。そっか。あと、猫の毛色はメモしておいた方がいいわね。おお、それは貴重な情報だよ。手始めに、この線を追ってみてはどうだい？ええ、調べる価値はあるわね。とりあえず発着場に行ってみるとしましょう。うん、了解よ。もうこれくらいで説明は十分みたいね。それじゃあおばさんはここで待ってるわね。ブレイサーさん、あとはよろしく。見つけたら報告に来るわ。ええ、それじゃあね。まったくひどい霧だな。作業服もぐっしょりだぜ。あの、ちょっといい？聞きたいことがあるんだ。おう、なんだい？猫ね。あいにく俺は見てないぜ。あれ、そうなの？その猫を見たっていうのは、きっとスクラートのやつだ。あいつに話を聞いてみろよ。倉庫のあたりにいるはずだぜ。はぁ、ひどい結露だよ。こりゃよほど厳重に湿気対策をしないと。あの、ちょっといい？聞きたいことがあるんだけど。ん？なんだい？ああ、あの猫の話か。確かに見たよ。今日の昼頃にね。お昼頃ですか。飯田さんの話とぴったり一致するわね。で、その後猫がどこに行ったかわかる？さーてね、一体どこに行ったのやら。あれから見てないし、さっぱり見当もつかないね。何しろ猫ってやつは気まぐれな生き物だからな。まあ確かにそうだけど、でも困ったわね。手がかりが途絶えちゃうわ。ならクイントのやつに話を聞いてみたらどうだい？ついさっき夕飯を買いに町に出て行ったところだけど。クイントさん？ああ、セシリア号の操舵手さ。あいつも猫のことを話してたよ。操舵手のクイントさんね。それでは早速探しに行こうじゃないか。情報提供感謝するわ。いや、
お安い御用だよ。たまにはゆっくりショッピングも悪くないな。ごめん、ちょっといい？あなた定期船に乗ってるクイントさんよね。え？ああ、そうだけど、何かご用かい？うん、聞きたいことがあるんだ。へえ、迷い猫を探してるのか。この霧深い夜に大変だね。でも残念なことに、俺はそんなもん見ちゃいないよ。え？見てないの？おう、空の女神に誓って猫なんて見ていないね。ただそんな話を人づてに聞いただけさ。ほう、誰から聞いたんだい？同じ船に乗ってるゾシモフだよ。確か発着場で作業してる時に見たって話だったと思うが、詳しくは本人に聞いてくれよ。まだ発着場で仕事してるはずさ。発着場にいるゾシモフさんか。とほほ、結局振り出しに戻るのね。すぐ近くじゃない？愚痴りより先に歩くべきね。ほら、発着場に戻るわよ。ええ、では参りましょう。ふう、安らぎますね。はあ、まったく。おや、どうかしました？探したわよ、ゾシモフさん。こんなとこに隠れて一体何やってんのよ。見てお分かりの通り、森林浴ってやつですよ。いやー、船に乗ってると緑が恋しくなるもんでしてね。こうして時々木々に囲まれてひとときを過ごすわけなんですよ。変な習慣ね。まあ何はともあれ見つかってよかったわ。ほら、さっさと用事を済ましてしまうわよ。おっと、そうだったわね。実はゾシモフさんに少し聞きたいことがあるんだ。ほう、何でしょう。へえ、猫を探してるんですか。クイントさんに聞いたけど、あなた猫を目撃したそうね。ええ、確かに見ましたよ。今日のお昼頃、戦争で荷下ろしをしている最中にね。にゃーにゃー騒いでてひどくうるさかったですよ。戦争って、猫は船の中にいたの？戦争って言えば普通は船の中でしょ。ドンパチを連想する方もまあ中にはいるでしょうが。まさか定期船の中とはね。道理で見つからないわけだ。まったくです。でもこうなれば後の話は早いわ。早速許可をもらって船の中を調べてみましょう。うん、それで決まるよ。じゃあゾシモフさん、いろいろとありがとね。はあ、それはいいですけど、どうしたもんでしょうね。ん？どうしたの？何か言いたそうね。ええ、話を蒸し返すようで、ここ皆さんが探しているのは小麦色の猫ですよね。そうだけど。って、まさか。あ、わかっちゃいました。ええ、そうなんですよ。実は私が見た猫、小麦色じゃなく真っ黒だったんです。これは一本取られたね。すみませんね、なかなか言い出せなくって。でも船の中に猫がいるのは間違いないわけですから、一応調べてみたらどうです？まあ確かに、まだアリルがいないと決まったわけじゃないわね。ええ、そうね。他に手がかりもないし、ここは気を取り直して調べに行ってみるとしますか。うん、そうだね、行ってみるとしようか。
よう、猫は見つかったかい？うん、実はそのことでちょっとお願いがあるんだ。へえ、なんだい？ええ、定期船の中を調べさせてほしいのよ。それってつまりこのセシリア号の中に入れろってことかい？まあ、そういうことね。なるほどな。話はわからんでもないが、けどさすがに俺の一存じゃ許可できないぜ。悪いが諦めてくれ。う、あっさり断ってくれるわね。あっさりも何も、無理なもんは無理だからな。粘っても無駄だから、さっさと帰った方がいいぜ。はぁ、あ、ですって。やれやれ、まったく。もう何そんなお堅いこと言ってんのよ。うわっ、おお、これはいい？よく考えてみなさい。もし猫が船内にいたら、あなたたちも困るのよ。座席に粗相でもされたらどうするつもりなのかしら。それは確かに。でもだからって勝手に許可出すわけには。大丈夫、迷惑はかけないわ。ちょっとだけ中に入れればいいのよ。だからお願いね。知らねえ、当たってる、当たってるってば。キー、羨ましい。どう、分かってくれた？しょうがないな。じゃあ本当にちょっとの間だけだよ。あとこのことは絶対に他言無用だぜ。了解よ。よし、準備は完了だ。それじゃあ大急ぎで頼むぜ。すべて消えてしまっていますから。しかし今にも乗客の声が聞こえてきそうな雰囲気だね。ええ、ちょっと不気味ね。なんか化けて出そうな空気だわ。うい。あら、あんた幽霊話は克服したんじゃなかったの？ああ、もうその話はいいってば。ほら、とにかく猫を見つけて、こっからおさらばするわよ。では、そろそろ行こうか。整備員くんも待たせていることだしね。あ、今の鳴き声。見つけたわよ、アリル。もう相変わらずね。話で聞いた通りの小麦色の毛色か。この猫で間違いないわね。よかった、無事見つかりましたね。まったく、あんたのせいで随分歩かされちゃったわ。こんなとこに隠れて一体何してたの？生まれたばかりみたいね。それじゃあここで産んだってこと？ええ、もしかするとそのために忍び込んだのかもしれません。
子供たちにとって一番安全な場所を探すために。はぁ、あ、だからって船に乗ることはないのに。まあいいわ、今は報告に戻らないと。ええ、そうしましょう。さぞかしおばさんも驚くことでしょうね。もうおばさんびっくりよ。うちのアリルちゃんがママになって戻ってくるなんて。びっくりしたのは私たちの方だってば。まさかこんなことになってるとは思わないもの。とりあえず母子ともに健康なのは間違いないわ。これからも大切に育てていってあげてね。それはもちろんよ、大切な家族ですもの。でもでもこれからは大変ね。子猫ちゃんたちの名前を考えるだけで一仕事だわ。ええ、いい名をつけてあげてくださいね。ええ、任せておいて。ああ、でも皆さん、帰るのはちょっと待った。まだその流れに持っていくのは早くってよ。まだ何かご用？ブレイサーさんに助けてもらうのは二度目だから。はーい、これをあげちゃう。おばさんが礼拝の時に愛用している道具なの。とっても気分が落ち着くからぜひ使ってみてちょうだい。へえ、そうなんだ。うん、ありがとう。遠慮なくいただいておくわ。それじゃあ皆さんも気をつけて帰ってね。さてと、一つ仕事が片付いたわね。すぐに本来の仕事に戻るわよ。昏睡事件の調査だね。早速再開するとしようか。